ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。この前バイトの面接を受けたんだけど、その面接が圧迫面接だったから採用されたけど、辞退したんだよね。そうなのか。パワハラされたら心が病んじゃうしね。逃げるが勝ちだよ。逃げるが勝ちってパラドックスだよな。パラドックス？何それ？逆説やジレンマのことだ。普通は逃げたら負けだよな。そうだね。でも、霊夢は逃げた方が心の平穏が保たれるから逃げても勝ちと判断した。確かに、逆説だね。パラドックスってたくさんありそうだよね。ああ、あるぞ。ってことで今回は有名なパラドックス5選を紹介していくぜ。一つ目はシュレーディンガーの猫だ。なんか名前だけ聞いたことがあるよ。中の見えない密閉できる箱と、放射性物質のラジウム、それと放射線の検出器とリレー装置、ハンマー、生産を用意する。もし、検出装置がラジウムから出る放射線を検知したら、リレーに電流が流れ、ハンマーが生産ガスの入った瓶を叩き割るようにする。ラジウムの量をうまく調節することによって、検出器を作動させる確率を半々にすることができる。この検出器がラジウムを検知するという確率を 50% として、この状態でこの箱の中に猫を入れて密封する。さて、実験結果はどうなるだろうか？これが、シュレーディンガーの猫と呼ばれる実験の手順なんだね。普通に考えれば、箱の中に入った猫は、検出器がラジウムを検知し、生産ガス入りの瓶が破られて猫は死ぬか、ラジウムは検知されず、猫は生きている、の二択だな。そうだね。霊夢は、この猫がどうなってると思う？わからないよ。実は量子力学では、この二つは観測するまでわからない、という見方をするんだ。つまり、生きた猫と死んだ猫という状態が重なり合っているとしているんだ。なんとなくはわかったけど実験が難しくてきちんと理解できてない気がするよ。確かにな。じゃあ、もっと簡単な例を出すぞ。A さんがボールを投げるとボールは右に行く、左に行くの二択だよな。まっすぐは？今回は1ミリでも右にずれたら右とカウントする。わかった。このボールが、どっちに行くのかは確率は 50% でも、実際に投げてみないとわからないってことだ。なるほど、この右に行くか左に行くか、わからない状態を重ね合わせって言うんだね。その通りだ。二つ目に紹介するのは抜き打ちテストのパラドックスだ。学校の先生が、抜き打ちテストを翌週の月曜から金曜のいずれか1日に行うと宣言した。抜き打ちテストは、テストがいつ行われるかわからないものであるとの前提のもとで、テストの実施日を予想する。面白そう。まず、金曜日にテストがあると仮定すると、月曜から木曜にテストがないことから、木曜日の夜には金曜が抜き打ちテストの日だと予想されるから、金曜日はありえない。抜き打ちじゃなくなっちゃうもんね。そうだ。次に、木曜日にテストがあると仮定すると、同様に水曜日までテストがないことから、水曜の夜の時点で木曜か金曜がテストの日だと予想されてしまう。先ほどの議論から金曜はありえないから木曜だと予想されてしまう。よって木曜もありえなくなる。そうだね。同様の手順で推理をしていくと、水曜、火曜、月曜にも抜き打ちテストができなくなってしまうんだ。本当だ、全部抜き打ちじゃなくなる。よって、すべての曜日で抜き打ちテストが行われることはないという結論になるんだ。そうなるよね。だが、その一方で、すべての曜日の可能性が消えることで逆にどの曜日にテストが行われるかわからなくなってしまうという逆説が発生するんだ。確かに、私、この抜き打ちテストのパラドックスを応用して全曜日楽ちんの法則を思いついたよ。なんだそれ。この法則を使えば、辛い平日を楽な気分で切り抜けることができるんだよ。社会人にとって土曜日と日曜日が楽しみで月曜日から金曜日は嫌な仕事の日じゃん。そういう人が多いだろうな。でも、翌日が楽しい土曜日である金曜日はいい気分で仕事ができるという人が多いよね。そうだな。仕事の日でも、翌日がいい日であればその日もいい日であると考えることができるんだよ。この考えを続けていけば、いい日である金曜日の前日の木曜日もいい日ということになって、その木曜日の前日である水曜日もいい日だということになるよ。この考えを続ければ全部の曜日がいい日になるんだよ。そうだな。霊夢みたいな単純なやつにはいいんじゃないか？三つ目に紹介するのはモンティフォール問題だ。テレビ番組で、司会者のホール氏と挑戦者の二人がいる。挑戦者の前に三つのドアが現れる。このドアには、当たり一つと外れ二つがあり、当たりのドアの向こうには車、外れのドアの向こうにはヤギがいる。ただし、どのドアが当たりか挑戦者にはわからない。もちろん、司会者のホール氏は知っている。挑戦者はこのドアの中から一つを選んで、それが当たりの場合にだけ、ドアの向こうにある車を手に入れることができるんだ。まず、挑戦者は何の情報も与えられずに、一つのドアを選ぶんだ。挑戦者がドアを選んだら、司会のホール氏は残り二つのドアから外れを選んで開けてみせる。外れのドアは一つ開かれたので、残りのドアのどちらかが当たりということになる。
そうだね。ここで、ホール氏は挑戦者に、今選んでいるドアをもう一つのドアに変えますか？それとも、今のドアのままでいいですか？と最後の質問をする。当たりを出して車を手に入れるために挑戦者のあなたは、ドアを変えた方がいいでしょうか？それとも変えなくてもいいでしょうか？という問題だ。霊夢はどう思う？ドアを変えても変えなくても確率は3分の1だから、変える意味はないんじゃない。司会のホール氏が外れのドアを開けた行為は挑戦者がドアを選択した行為に何も影響してないし、霊夢はホール氏がドアを開ける行動は何の意味もない行動であると判断したんだな。残念、正解はドアを変えた方がいいんだ。え、どうして、どのドアも確率が同じなのに変えた方がいいの？なぜなら、ドアを変えない場合は当たる確率が3分の1なのに対してドアを変えると当たる確率が3分の2になり2倍になるからだ。え、どういうこと？ホール氏の開けるドアは必ず外れだろ？挑戦者が一つではなく、二つのドアを選ぶことができたと考えると確率が2倍になるだろ？そうか、ドアを変えると二つのドアを選んだと考えることができるね。そうだ。ホール氏の最後の質問、今のドアのままでいいですか？それとも、ドアを変えますか？は、今のドアのままでいいですか？それとも、他の二つのドアにしますか？という意味の質問であると捉えることができるんだ。確かにそうだね、めっちゃスッキリした。四つ目に紹介するのは自己言及のパラドックスだ。自己言及のパラドックスの例として最も有名なのは、私は嘘つきであるという発言だ。別に変な言い回しじゃないと思うけど？よく考えると、この発言は矛盾しているんだ。もしこの発言が本当だとすると、嘘つきな人の場合、私は嘘つきであるという発言も嘘だから、この嘘つきな人は正直者ということになる。私は嘘つきという前提で始めたのに私は正直者という結論が得られるのは矛盾だろ？あ、確かに矛盾してるね。じゃあ、この発言が嘘だったら？正直者の場合、私は嘘つきであるという発言は本当だから、この正直者は嘘つきになるんだ。さっきと同じように矛盾しちゃうね。結論としては、私は嘘つきであるという発言に対しては、本当であるということも嘘であるということもできないんだ。確かに、どちらとも言えないね。5つ目に紹介するのはアキレスとカメだ。アキレスという男性の前方をカメが歩いていて、アキレスが走ってカメを追いかけたとする。アキレスがカメに追いつくためには、まずカメがいた地点 A に到達しなければいけないよな。そうだね。カメがいた地点 A にアキレスが到達したとき、カメはそれよりも少し進んだ地点 B まで移動している。さらにカメがいた地点 B にアキレスが到達してもカメは再びそれよりも少し進んだ地点 C まで移動している。そこでまたカメがいた地点 C にアキレスが到達してもカメは再びそれよりも少し進んだ地点 D まで移動している。この繰り返しで、アキレスがどれだけ速く走ったとしても前を行くノロマなカメに追いつくことはできないという話だ。最初はアキレスはカメに追いつけるって思ってたけど、マリサの話を聞いてると、アキレスはカメに追いつけない気がしてきたよ。流されやすすぎだろ。実は、このアキレスとカメには間違ってる部分があるんだ。それはこの話は無限に繰り返せるので、いつまで経ってもアキレスはカメに追いつけないという部分だ。無意識のうちに無限に繰り返せるをいつまで経っても追いつかないと混同しているのが問題なんだ。どういうこと？回数の無限と時間や距離の無限を混同してしまっているんだ。言われてみれば、そうだったかも。これは無限という身近にはないはずの概念が有限の世界にいきなり現れると、びっくりしてしまうのが混同する原因と考えられているんだ。小数点以下の数が無限に続く円周率を不思議に感じてしまうのに似ているね。そうだな。この話はアキレスは、亀に追いつく直前までは亀に追いつけないという当たり前のことを、無限界の思考に言い換えているに過ぎないんだ。そうなんだ。アキレスと亀は誰が考えたの？ゼノンという人物だ。ゼノンは、なんでこのとんでも理論を唱えたの？解説を聞く前の私と同じで混同しちゃったの？いや、ゼノンはピタゴラス学派を批判するためにこのパラドックスを唱えたんだ。そうなんだね。一般人でも一瞬納得しかけるが、ある思い込みを捨てることさえできれば簡単に論破できる。それがアキレスとカメの話の面白いところだな。パラドックスって難しいけど理解できたらめちゃめちゃスッキリするね。そうだな。それじゃあ、今回の動画はこれでおしまいだぜ。また、見に来てね。この動画が気に入ったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。